ちゃ、こんにちは、ゆたかさん、はい。まあ、日本人としてすごい、まあ、快挙になるであろうニュースが入ってきました。はい、はい、ドジャースの山本由伸投手がなんと日本選手初の新人開幕投手を務めるということで、はい、まあ、韓国で3月20日に、ね、メジャー開幕というところで、はい、パドレスと戦いますけれども、そのどちらか先発というロバーツ監督が明言ということなんですけれども、はい、まあ、すごい名誉なことだよね。すごいですね、はい。まあ、会ってきましたよ。そうなんですよね。お帰りでしょ、まず。まず昨日帰ってきたんですよね。帰ってきました。いい経験だったね。メジャーリーグのキャンプを見に行かれて、ね、ただね、はい、ドジャースはものすごくやっぱ大谷が入ったということで人気があるんだよ、はい、でセキュリティも厳しくて、うん、でまあ、ロッカーまで入ることはできたんだけども、はい、なかなかなんかこうロッカーの中も緊張感があって、あ、そうなんですか、うん、で大谷、うん、誰か一人なんかこう選手、うん、大谷選手がいて、はい、で一つ挟んで山本由伸がロッカールームが隣という、すごいツーショット。いや、それでもうね、朝早く行ったんだけど、はい、もう練習してるんだよね由伸は、うんうんうん、山本由伸、うん、でなんかウエイトかなんかしてて、うん、で気がついてくれて、はい、挨拶してくれて、あ、そうなんですか。もう嬉しかったね、なんかねもう今スターになって、いやいや、もう大スターだよ。いや、それで、まあ、あれだけ投げてきてね、日本で疲れてないかって言ったら、うん、いや、オフしっかり疲れは取りましたと、うん、大丈夫ですよっていうような話を、心強い話を聞かせてくれて、はい、で待ってて暮らせると大谷が来ないというね、うんうんうん、で遅れて一番最後にロッカールームに入ってきたのかな、大谷投手、はい、はい、通訳連れてね、うん、で、なんか、こんにちはとか言いながら、ほら、もういきなり着替えさせて、生着替え、生着替え、生着替え見たんですか。見た。何を見ました。お尻いやー、どうでした。いや、やっぱガッカーンとしてたよ。すごいね、まあ、肌も綺麗やしさもう艶もいいし、まあ、そこまでやっぱこう興味があるいや、いやもうすごいなと。いや、それで、まあ、化粧品がパッと上に並んでてみたいな。で上着パッと脱いだらすごいな、鎧かぶってみたいな、鎧着てるみたいな体してるね。もう筋肉隆々というか、いい付き具合ですよね。そうそう。で一番こうなんていうの、裏の出口に近かったんだけど、はい、なんかこうずっとこうロッカールームを横断するような形で行くんだけどさ、うん、全く威風堂々、なんかこうみんな挨拶しない。で向こうの方はマイナーの選手なんだよ、はい、前田の選手をこう憧れながらこう見てるという大谷選手はね。ああ、もうすごいぞ。だってもうスターですもん。いや、だから俺も声かけられないよ、ね、いやいや、だって日本ハム時代はね、いや、まあまあちょうど知ってることは知ってるんだけど、はい、だけどなんかこうそういう雰囲気じゃないんだよね。やっぱ大谷選手はちょっと別格なんですかね。やっぱね、一人話すとうわっと寄ってくるから、うん、多分それは避けてんじゃないかなっていうような気がした、うんうんうん、だから俺もやっぱね、こう安易に声かけちゃいかんなと思って、うん、向こうが知ってるかどうか分かんないけど、いや、知ってますよ。あ、いらっしゃいとか言ってくれるんだったら、うん、あ、元気ですかみたいなことは言えたと思うんだけども、うん、ちょっとなんかこうハードルは高くてね。やっぱそういう雰囲気も周りがねあるんでしょうね。 あるんだやっぱり。ちょっと別格ですね。だからなんかこう端っこにロッカールームを構えたっていうのはやっぱそういうことなのかなっていう、うん、メディア対策もそうそうそう、うんうん、含めてね、うん、で吉野もなかなかロッカールームに帰ってこないのは、うん、やっぱ迷惑かけちゃいけないのかなというとか、あ、まあ、いろんなこう気遣いが中に感じられたんだよね。その日は練習は2選手っていうのはなんかしてましたか。いや、それはするに決まってる。見てました、ね、見るっていうかさ、うん、やっぱこうガンガン打ったりとかさ、あ、まあまあいろいろ、もうね、移動が大変だわ。あ、移動で6面7面球場があるから、はい、もうどこ行くんだみたいな振動中、まあ、そんな感じだし、はい、2人はスターだったな、うん、その中でも。豊さんたちがそのメジャーのキャンプに行ってる間に、はい、まあ、日本では やっぱりドジャース、はい、山本由伸投手がライブ PP 投げたとか、はい、大谷選手が柵越えとか、はい、そういうニュースが連日にぎわっていて、はい、山本由伸投手とかライブ PP すごかったですよ。いや、すごかったけど、うん、向こうでは平気なんだよ。 あんまり騒がない騒がない、普通普通そうか、行ってみてごらん
行きたかった。いや普通だから。そうなん、いや日本国民それできて普通だから。そうですよ、そりゃそうよ、うん、じゃないとあんなお金払わないし。まあそうですよね。そうそう、できるの分かってるから、もう平気だから。まあそうだなみたいな。そっか、だから山本由伸投手がライン PP で投げた、まあ、あの選手もう MVP を取ってる選手たちじゃないですか、ドジャースで。やっぱり彼が一緒のチームメイトでいてくれたことが嬉しいと。やっぱあんな投球を見せられる人、うん、あと球種も素晴らしいと、うん、まあ味方は褒めたたえるんだよ、うん、それもそうだそうだそう。いやもともとがすごいんだから。まあそのやっぱ性格もいいな。ね、話して会話する性格もいいよ。日本時代って豊さん、山本由伸投手初めて話したメジャー初めてがメジャーだったんですか。多分そうだと思うけど。オリックス時代はそんな。いやでも、あこんにちはって言ってくれて、わいい嬉しかった、すごく。ちょっとね、豊さんの方が先輩なのに。いや先輩後輩関係ないでしょやっぱり。いや、やっぱりさ、うん、そこまで上り詰めてる人って、うん、やっぱそれなりの努力してるし、うん、それなりの、 あの苦労もしてる、はい、そういう人には敬意を払うよ。そりゃそうだよ、ね、そんな先輩面なんかできないよお前言ってよみたいな、よみたいな、できないよ。いたいたいた。スタッフなんかよーとかだ言ってるけどね、はいみたいな、おーとか言って。ダメダメ。いやいや、その美人のキャスターがいたんで、おー、へいみたいな。おい、へいはやめろって周りから言われたけど。いやだけどそんなことは言えないよ。確かにそう。もう敬意を持ってという。だその山本由伸投手が韓国でのパドレス戦で開幕投手を取る、ね。まあ楽しみだよな。楽しみですよ。そう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 。うん、まあ肘の状態も大谷も良さそうだしね。うん。うん、だからガン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 打ってるっていうのをまあ聞いたりとかね、はい、まあしてたけども、うん、まあ良かったな。そうですよね。で、まあ開幕戦に先発するとなると日本選手では、まあ2022年23年の大谷選手について8人目、はい、ただ新人の開幕投手は日本選手ではもちろん初というところで、うん、でパドレスの一方戦うパドレスの開幕投手はダルビッシュ有投手が濃厚というふうにもう記事が出ているので、ダルビッシュ投手も豊さんもちろん。いや、ね、これはもったいなくて話せないよ、ね、もうこれは動画がね上がると思うんですけど後日。いや彼はねやっぱ話をしてると感動するけど、うん、これはまあ別動画にしてるね。そうですね、ここはドジャースだけで、ここはドジャースだけで。ただね、はい、その日本人が2人所属しているそのドジャースパドレスが開幕で韓国で当たるっていうのがやっぱね、言ったらね、まあ、その日本のメディアは もちろんそうなんだけど、海外メディアもやっぱこの2人にフォーカスしてるな。あ、そうなんですか。あ、すごいよ。もう周りの選手がちょっとかすんでるというかさ。あ、そうなんですか。それはもちろんスターもいるよ、いっぱいいますよね。いるけども、はい、だけどそのなんかこの2人に注目されてるっていうのがすごくわかるな、まあ、それとねやっぱねルールがあって、そのロッカールームのルール、うん、これを守ると他も厳しくなるんだよ。守ると、守らないと、守らないと、うんうんうん、ね。でどっかの国のメディアが YouTube で流したらしいんだよ、うんうん、なんか大谷選手の動画です、ね、うん、そうそうそう、それからの厳しかったから、ウォロンが大体直立不動で立ってたかなっていうような妙な動きはしませんみたいな、ね、いやいや絶対しちゃいけないみたいなこんなもの触ろうものならもう飛んできてもう頭引っ張たかれるかなっていうようなそうですよね、そういう緊張感で言ってたけどね。そっか、うん、まあそのぐらい厳しいですよね。まあでもああいう場所にねロッカールームに入れるっていうのは、うん、なんかすごくね、うん、いい経験だし、日本の例えばメディア入れない入れない、いなかったロッカールームに、あいるよ、うんうん、いるけど、まあ俺らと一緒だよね緊張感も。まあそうですよね。でもマイナーの選手に何やってたか、卓球やってたよお前そう卓球やるんじゃなくて上でやるみたいな、うん、マイナーだからマイナーって感じ。いやだから、うん、いや逆にメジャーの選手が使ってると使えないんだろうな、邪魔になるから。そのぐらい差がありますもんね。差がある差がある向こうは。だからもうもうなんかメジャーの選手なんかそういう通る時なんか素通りだよ、全然見向きもない。日本とは全く雰囲気が違う。日本はおーおーみたいな、1軍2軍、あこんにちはってか先輩みたいな、うんうん、言うけど声もかけられないみたいな、それだけの格差があるようなそんな雰囲気をこう感じて帰ってきた。いいですね、肌で感じられたっていうのは。もう肌、毛穴が開きまくりだよもう興奮しちゃって毛抜けなかったですか、ね、毛抜けまくり
いや本当に、いや貴重な経験ですね、うん、まあだけどああやってね日本人がこう行ってくれて、うん、それもスターでね、はい、で注目をされる。俺なんかはさ日本にいてやっぱ日本から行くと、うん、まあ遠い存在にもなるし、うん、なんかこういつもの活躍が見れなくなる、うん、なかなかね、寂しい思いはしてたんだけども、やっぱこれからはねやっぱ誇りだな、日本の、日本の選手が行って、うん、日本のプロ野球の誇りだというふうに感じながら見なきゃいけないなっていうふうに、それやっぱり考え方も変わる。実際に向こう行くと、うん、これは変わってきたのはある選手のおかげだけどね。まあそうでしょうね、うん、まあ、これはまた別動画で話をするけども、はい、うん、本当にあの大きさを感じるな、日本人の懐の深さというかさ、うんうん、まあ、それもこれもまた別動画でこの人のおかげなんだろうなっていうのがこう感じられたんだけどね今回ね。 でもね、いい環境でどのチームもやってるよ。そうなんですか。日本のまたキャンプとはまた全然違うんですもんね。全然違う、うんうん、そう、もう本当にね地に足がついてしっかり自分のことをやってるな、うん、まあもちろんチームのこともやってるけども、はい、なんかね着実にこう一日一日を、うん、無駄にしないでやってるなっていう感じがする。それがまあ、 あの日本のキャンプがいいとか悪いではなくて、それがやっぱ日本とアメリカのやっぱ違いというか、でも真似るべきところはしっかり真似た方がいいと思うよ、うん、日本もメジャーのやり方と思うよ、うん、俺は、うんうん、あれはやっぱね効率もいいし、うん、やっぱり自覚もしっかりしてるし、うん、あのなんていうのセキュリティとか、はい、そういうこともやっぱりしっかりしてるな。すごいですねやっぱり向こうは、うん、いやすごい緊張しちゃったもん言ってるこっちがね、もう一日終わると疲れちゃったもん緊張感でもう時差ボケもあるし、ね、あそうかそうかもう疲れちゃう、まあ、それと遠いだろうアメリカって、まあ、遠いですよアメリカ国内でも、うん、あと何キロって あと40マイルですって、うん、40マイル40キロじゃないよな、うん、40マイルもあんのみたいな平気だからね。だから走っても走ってもつかないっていう、ね、つかない。折り口間違えたら大変なことになるから、ね、本当ですよ、そうですよ。ただ数字だったから助かったけどね何番で降りるみたいな。よかったですね。よかったけど、ね、まあでもね、やっぱ吉野も、うん、生き生きしてた、はい、うん、やる気に満ちた顔つきだったし、うん、ファンに対してもね堂々としてる、うん、そのああいう態度を見るとあよかったなと思うしね、うんうん、まあ、頑張ってほしいと思うよ。そうですね、まあね、はい、豊さんが見てきた選手たちが3月20日 の、ね、開幕でね、はい、投手を務めたりとかっていうのを見られるっていうのを、はい、ちょっと3月20日も見ないとダメですね。いや、そら見るよそら見るでしょ見てください。中継あるんだろうな中継、いや、あると思います日本で、うん、でも韓国メディアも多かったな、やっぱり、やっぱ開幕戦があるということでね。そうですよね、はい、